それでは発表させていただきます。Nobody's Perfect と Drop In Program、3年目の事業となっております。で、保健センターさんの方と、一緒に行いました。プログラムの内容はこの通りになっております。で、アンケートの結果の方なんですけれども、今回9名 の、 あのアンケート の、 あの参加のご記入いただきまして、プログラムの評価の方は、非常に良かった、90%、 まあまあ良かった。でファシリテーターの評価として、100% という状況でした。そしてあの NP の、 あのフォローアップ講座ということで、ドロップインプログラムなんですが、日程等は月に1回あの開催しました。このような形であの開催しました。お子さんの方はあの園庭の方で、学生さん等と、保育士等とあの自由に遊ぶという形であの行いました。でアンケートの結果としてはあのこのような形で、参加者が毎回あの定まってなくて、まあ、ドロップインっていうのはあのちょっと立ち寄るっていうあの意味でもありますので、最終的に回収できたのが、6名からの回収で、いずれも 100% という状況です。上の方に書いてあるんですが、だいたい参加延べ人数64名実人数18人で、うち NP 終了参加者が、今回3名おりました。はい、ありがとうございます。あの非常に参加された方の満足度高いという結果が出てらっしゃいましたが、あのこう様々な背景の方が集まっている中で、特にこうしたプロジェクトがすくい上げているニーズはどのあたりの、いろいろな問題にあるご家庭なりお子さんのうちのどのあたりだというふうな理解で最終的にここまでいらっしゃったんでしょうか。あのこの今回 の、 あの共同の事業として考えると、保健センターの方で、育児相談等や個別相談等であのこういろいろな悩みを、ね、持たれる親御さんの参加というところでもうすくい上げてきたというところではあります。ただあの単独としては6年目 の、 この取り組みなので、その辺に関してはあのうちの方もあの子どもたち親御さんたちが自由にこうあの出入りできる状況にもなっておりますので、そういうところとまたそこからのいろいろな情報を得ていらっしゃって参加されるというような形でいらっしゃってます。はい。